なんか最近、立憲民主党の菅直人元首相がいろいろと世間を騒がせてるよね。記憶に新しいのは、菅元首相が維新についてヒトラーを思い起こすとツイッターに投稿し、そのヒトラー発言に対し維新が事実に基づかない暴言で誹謗中傷を超えた侮辱と断じざるを得ないとして、月内に投稿の撤回と謝罪をするよう求めているでしょ。そんな菅元首相なんだけど、ヒトラー発言に続いて今度は維新の支持者を低所得者層と侮辱し炎上してるんだよ。ではちょっと次のツイートを見てみてよ。菅直人衆議院議員、立憲民主党。維新が国政選挙で東京に大挙進出を図ることは必至。大阪維新が都構想が否決されたにもかかわらず、大阪で絶大な政治勢力を築いた原因がどこにあるのか研究し始めた。自治体の役人が優遇されているという維新の役人天国批判に低所得者層の人たちが共鳴し支持を広げたとの分析が有力。さすがに支持者を低所得者層と断定してしまうのはいかがなものかと思うよ。だって菅元首相の発言は明らかに大阪の有権者を侮辱してるようなものでしょ。もちろんこの菅元首相の低所得者層発言について維新側は人としての資質に問題があると猛反発しているんだよね。菅元首相は自身のヒトラー発言についても、日本は自分の考えを表明することができない社会ではないはずだ、私の維新に関するツイッターに非常に多くの人から応援のハッシュタグが送られてきています、応援ありがとうと意味不明な投稿をしてるからね。完全に謝罪する気も撤回する気もないみたいだし、おそらく今後泥沼化していくだろうね。ちなみにネットでは、立憲共産党のくせに貧乏人的に回したら票ねえぞ、立憲の支持率の残り削りに来てるな、立憲は大阪府民を敵に回してしまった、低所得層取り込んでんのは共産と令和だろ、先の発言とつなげるとかなりの差別的な意図が見えるのだが、立憲は大丈夫なのか。こいつ、前頭葉が働かなくなってるな。そのまま頑張って立憲をぶっ壊してくれ。燃料を継ぎ足しに来たな。立憲潰しに来てるな。生きてマンナーわら。立憲って低所得者の救済を上辺で語ってたのに、それを捨てたら支持者いなくなるんじゃないのか、などと、菅元首相の発言は立憲の票離れにつながると指摘する声が多く上がってるみたい。確かにそうだよね。何せ低所得者層を敵に回しちゃってるんだもん。おそらく立憲民主党も多くの低所得者に支えられているはずなのに、そんな人たちを侮辱してしまった立憲民主党最高顧問である菅直人元首相、これはさすがに党内からも批判の声が上がるんじゃない。もし上がらなければそれはそれで大問題なんだけど。しかし度重なる菅元首相の暴言の数々、どう考えてもやばいと思うんだけれど、まあ今回菅元首相が有権者を侮辱したツケはおそらく参院選に回ってくるだろうからね、立憲民主党は覚悟しておいた方がいいと思う。しかし立憲民主党どんどん落ちていってない？参院選でどれだけ票を落とすのか見ものだよね。まあ自民党も相当数の票を落とすとは思うけどね。参院選の結果、どうなるだろう。全く予想ができないんだけど。